お前やったべ、完全にお前に言われて頼んだんだからなこれ。いやでもなんか右下にめっちゃ面白そうな名前あったのよ。こちらこれちょっと見たことあるか、こんな油そばめちゃめちゃにうまそうだけど、やばい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 予想外すぎ、言うてみたいな感じで思ってたじゃん。思ってたもん。北の内久しぶりとはるくんです。今回訪問するお店は武蔵野油学会でございます。はい、まあ油そばの名店なんですけれど、ね、まあ早稲田とあと吉祥寺、うん、今にもあるのかな、うん、はい、で今回早稲田の方にねお邪魔したんですけど、油そばってライスともやっぱ合うんじゃないかなと。最後あえ玉じゃないけどライス入れるお店とかもありますもんね。そうですね、ちょっとだけ入れてくれるみたいなお店とか、早稲田の武蔵野油学会はやっぱ早大生もねたくさん通うと思いますので、そうですね、多いよね。そう、ライス割だっけ、なんだっけな、学生割ライスみたいなのあるんですよ。50円でライス食べ放題みたいな。うわーいいね。今回はもう油そばとライスでラチコンいっちゃおうじゃないかなと、はい、思ったんですがちょっと予定が狂いまして、狂いました。まあもう本当に YouTuber ってなんかこういうことしちゃいがちだよなみたいな。そうね。まあというわけで、まあ、何が起きたのかっていうのはちょっと動画の方ね、ぜひご覧ください。メモリアルな動画だわこれは。はい。それじゃあ私は油買い行こう。イエイ。え、5杯食べたら1杯無料だったのここ。え、どういうこと？ちょっと待って、寒すぎて震える。どう？ダブダブダブ。どこにある？左。真ん中左。もっと左、やば。あ、これ？やばそう。いいのこんなん言って。これやばいです。じゃあ特のダブダブでいくよ。これやばそう。もう無限ライス。おお。いかしていただきます。すごっ。あ、そうなんだ。知らなかった。はい。はい。というわけで店内入りました。いや懐かしいですね。うん。今日は祝日なんですけど。まあ雨ということで、はい、そう結構並んでたんですけどね。でもいやでもマジでさ、まあまあの土砂降りの中すげえ並んでましたね。ずっと行列できてましたね。待機したもんね俺らカフェで。うん、やっぱ人気店ですからね、うん、で今回はもう油そばとちょっとライスでもう無限ライスあるっていうのがもう学生街っぽいよね。確かにね、うん、無限ライスっては私久々に聞いたわ。しかも油そばとライスってあんまりイメージないじゃん。確かにないけど、俺もやったことないです。一回もやったことない、油そばとライスは。ラーメンデータベースにもあったんだよね、この武蔵野油学会の油そばとライスで。地獄盛り油そばみたいな、そういうなんか名称つけてたんだよね。しかもダブダブダブみたいなやばいやつだったし、それは全く予定しなかったけど、ちょっとあれ気になるけどね。そう、油そば自体も結構やばそうな感じの、はい、とこなんで。到着。ちょっと待って、もう頭出ちゃってる。お前やったべ、完全にお前に言われて頼んだんだからなこれ。いやでもなんか右下にめっちゃ面白そうな名前あったのよ。こちらこれちょっと見たことあるか、こんな油そばめちゃめちゃにうまそうだけど、やばい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 、予想外すぎ、言うてみたいな感じで思ってたじゃん。思ってた思ってた、正直。油そばですかこれ。これ愛情入ってるでしょさすがに。なんかあったじゃないですか。これ愛情盛りだ。いただきますか。はい。もうちょっと今さなんか負けてなかった。私の気持ち。でもめちゃくちゃうまそうだ。そうですね。うまそうですね。めっちゃチャーシューがもうデロだもん。ちょっと二郎盛りみたいな感じですかね。完全に。マジで二郎みたいな。見てください、だってこれ。これスープじゃないですからね、これ油ですから、ね、いやー、あ、でも待って、超褐色な麺でうまそうだけど、うわー、出ろ、うまそう。どうしたらいいんだろう、ちょっと崩すよ、うん、卵だけ。はいはいはい、そういうことです、そういうことです。下のさ、これ雪化粧みたいなやつね、全部背脂だよね。これ、これ何これ、野菜、野菜ですね。もやしとキャベツ、すごい。うんうん、うまい、うまい。結構背脂感ありますね。うわ、ちょっとこれどっから食って、こんな油さ見たことないんだけど。なんか油食べたらどっちかいうとさ、ちょっと量少ないじゃん。そうだね、パッと食える。器でかいけどみたいなあるけど、これえぐいですね。名前なんだっけ、ダブダブダブうんちゃらみたいな。じゃあ何かが3つダブルなんだね多分。ああ、そういうことか。麺じゃない、麺400ぐらいありそうだけど、麺ダブル、なんちゃらダブルみたいな、野菜ダブルみたいなことなんだろうね。チャーシューっていい。確かにチャーシューうまそうだよね、珍しく先に。これってもしかして背脂ってやつですか。お、大好きじゃん。ああ、これ米だね。甘っ。手油うわこれ米だわ。あえうまっ。チャーシューの米めちゃくちゃええなこっちさ何やば豪華だね。なかなかでかいぞ。結構薄めのすごい。海苔片付けようかな。海苔あれ海苔油で浸ってなんか溶けちゃってる。おお溶け溶けになっちゃってるこれ。溶けてる。まあニンニクもあるんでここに。うわニンニクもダブルになってるってこれ。これちょっとやばいかもしれん燃料。嘘。ちょっと見たいマジで二郎ぐらいある感じ。あおあ。これやばいですね。これ600ぐらいありますね多分ね。ちょっと混ざんない混ざんないマジで。すげえやば。やばいって。じゃあ久しぶりの武蔵の油がっかり。いただきます。うわすごい。デロンデロン。わうまっ。あうまいね。もう甘みと。醤油とかのキレのバランスが超いい。さすが名店。ちょっとマインド入りそうな量だったなこれ。これは入っちゃうわ。やっぱ僕は油そば好きだわ。米なんだやっぱうまい。ああうわこれもう染み込ませます。申し訳ないギルティーです。これはね申し訳ない。おいしそうね。誰あ見えない誰いた今。混ぜるそう。うわここすごっ。これすげえ。ほら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 もう湯もみみたいな感じで。これ一生かき混ぜてもらって大丈夫って感じ。あと10分ぐらい持つよこれ。本当に？これずーっとやってたもん。文化遺産見るよりも興奮しちゃってるもん。もうこれ全然もういいよね。ニンニクすんごっ。結構あったよねニンニクね。入ってたあれもダブルだった量が。なんか焼きうどんみたいだよねもはや。じゃあちょっと僕も特別にながらいただきます。いやこれはすごいわ。ちょっと二郎味あるぜ。持ち上げた時のなんかねっちょり感みたいな。普通の油そばとはちょっとレベル違うな。すすれなくない？結構濃いよね。やばいよね。どう漬け込んでんのかなこれもう。これどうやったらこうなるの？もうねチーズつけてるみたいなぐらいね。デトッとしてんだけど。初めてこんな濃厚なやつ食べたね油そばで。うまいわ。デリン。ゴブってなる。ニンニク強っ。今ギュポンっていったよ。油そばのに。ダメだねこの油そばは。これ覚えちゃったらダメこんな。なんか珍しく酢とか入れてみようかな。でも酢書いてるからね。美しきザ油そばの食べ方。酢を一周ラー油を一周。餃子やべ5周ぐらいしちゃった。まあいいか。言いそう俺。ちょっと酢ラー油で。いやまあ普通に酢が合うからね。食べ進めるにはいいかもね。もうちょっとこれ大食いだもんこれ。きたきた入れた方がいいわ。いやちょっと今の触れてよ。今のなんだよ、ね、結構ねデモがね結構パンチあるぶっこい系なんで、あまりにも濃厚だったもんね、うん、この酢の酸味があることによってちょっとやわ、ちょっと角が取れるというか。確かに確かに。うわーいいな、このカーテン家に設置してよ。シェードカーテン、ね、マジで遮光。やべ、ルッチになりそう。意識が飛びそう、うん、ロブルッチマジで睡眠薬。あでもなんかスープっていうかタレがねすごいデロデロ入ってるだけで量的には意外に可愛い。可愛くはないけど、うん、3歳ぐらいの時の俺めっちゃ可愛いんだよね。んなんかブランコに塗ってるやつあるじゃん。出ためちゃくちゃ可愛くないあの俺。いやお前あれさマジで各媒体で載せてるからな。全盛期だったあれ、うん、あれでしょデニムセットアップでしょ、うん、あれは可愛い。確かになんでこんなやつになっちゃったんだろう。こいつになりそう。ロブルッチの主眼やめて。ジャンプ見てない人はやばいから。こいつになりそう。うん。そうし。ああ確かに。通常の油そばに比べるとね。いやマジで。一口一口がやばいよ。3倍ぐらいの圧がある。いや本当それは感じた。これ油そばとチャーハン無限にいけると思ってきたのに、なんか最近なんか敗北してるな結構。マジで2年前のルフィみたいな。お前のせいじゃん。なんでお前ダブダブダブが面白いとか言ってさ。でもこんな量出てくると思ったねマジで。マジで普通のさあのうまし油学会、うん、そんなに量多いわけではないじゃん、うん、大盛りとかにしなければ。食楽ウェブはい取り上げられてました。ダブダブ2キロ超えの油に悶絶。言わないでそういうこと。特のダブダブダブ油そば言わないで言わないでそういうこと。言わないで言わないでそういうこと聞くと俺一気に入っちゃうから。今日って油そばとライスがうめえっていう回だったよね。あれちょっと待って、そういう感じ。あやってるわ。いつ店員さんが2年前、うん、店員さんが大丈夫と心配するレベルのチャレンジメニュー。でもちょうどいいね。ちょうどいいぐらいだと思う、うん、実際。あでも総重量想定 2.1kg だって。え何俺米頼む。え何無限ライス嬉しいって何。違う無限ライス違う無限。今日はこのうめえマサジャン学会の油そばと、うんライス行こうねっていう日だったらいいな。お前がお、ダブダブ面白くない？やっちゃった。ほらでもほぼね。あ本当だ。あでももうマジでドロドロスープなんだよね。数枚。意識飛びそう。お。ちょっとやめてルパン。次乗らされちゃうから。はい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 。あ、メンバー発見。ま、あれ？さっき溶けたはずの海苔が出てきました。お、すげえ。同化してました完全に。あれ？ほらほら。本当だ。はい、どうもありがとうございました。意識が飛びそうだとかいいけど。でもマジであとちょっとなんだなこれ。あでもエアコンでけえなーって思っちゃってる。でけえ。確かにこの空間にしてはでかい。そんな授業の合間に食べていいんかな。忘れ忘れねえ関係ないじゃん。その学生なんてさ授業中寝ちゃうじゃん。ああ確か俺もパンパンに食ってから言ってたもん麺で。一番前の席でずっと授業受けてたから。嘘つくな。いやそうだよ。いや本当に言ってる。なんで普通に気になってたってこと、興味あったってこと。いやなんかねもう定番になってた。なんか前の席に座ろうぜみたいなのは友達と。1個も落胆ないからね。いやマジですごい。1個も落胆なくて124単位だからね。マジですごいって当たり前だから。それがすごすぎる。当たり前。一輪差しみたいになってる。結構野菜多いね。本当二郎盛りだね。お互いマジで腹いっぱいなのやばい。ルパンしか書いてないシンプルルパンでやってんだ。なんで一生ルパンなんだろう。関係あるのかな、なんかルパン。いやすごい大丈夫、野菜だから。わかるかな、このちょっとがトラウマのやつはルパン。よし、おっ飲みます。素晴らしいです。うん、いったー。全然おかわりできなかったらいいです。あれ無限ライス1。いやでも予想やったね、こんなダブだとは。マジで無理でしょ、もう本当に。よしよし。はい、というわけでごちそうさまでした。ありがとうございます。いやーね、やりました完全に。もう予想外すぎ。ライス大食いみたいなテンション感で言ってたよね。いや、油そばとライスをいっぱい食べたいなっていう日だったの今日は。見つけちゃったよねあれ。ね、であれね、特納ダブダブダブ油そばっていうので。500g 麺量が大盛りの麺2玉らしいですね。大盛りの麺をもう1個って言ってたね。大盛り2つ、うん、誰一人頼んでなかったねあれ。当たり前だろ。確かに、うん、普通の油そばでもよかったね。まあ1日45食が出るということで、はい、まあねこれ見てる、まあ、早稲田大生、早稲田に住んでる人もちろんね存在知ってるかもしれないですけど、はい、いやでもうまいね本当に。特濃っていう名がついてるぐらいも本当にやっぱ濃厚で、もうライスにも合いましたね。もう残念ながらちょっと予想外の展開起きたんで無限ライス1杯で終わっちゃったんですけど味も予想外。はい、いやでもねやっぱり美味しかったですね。あそこやっぱ美味しいね。うん、まあ店員さんもねすごいもう優しくて、はい、いいお店なんで皆さんもぜひ行ってみてください。サインも書かせていただきますね。そうですね、はい、ぜひチェックしてみてください。はい、コメント高評価もよろしくお願いします。じゃあまた次回、バイバイ。